だもんね。ああ、ああ、ああ。ああ、ああ、ああ。そう。はい、これはパッカナー、パッパッカナー、そうですね、カナ、はい、そうです、豚肉、豚肉みたいな、で、ムークロブって揚げたやつね、揚げたやつカリカリのあると、そっちの方が人気なんだけど、今日はないということで、あれは、ね、売り切れちゃったみたい、はい、なので、残念ですが、はい、まあ、残念でもないんだけどね、これ蓋の普通の豚肉、はい、が入ってます。でね、カナパッカナって、うんうん、日本にないんですよ。あ、そうなの？そう。まあ作りはあるんだろうけど、うん、まずカイランナってやつね。うん、で、なんていうの？中国野菜なんだよね。うん、だからカナって中国語なんですよ。そうなんだ、うん、なんとなく中国語っぽいね、うん、まあ、語源がね、うんうん、で僕ね、タイでもう何十年前が初めて来た時はちょっと日本人にお世話になったんだけど、うん、一人で来て、うん、最初に覚えたタイ語ってひょっとしたらパッカナーかもしれない、うん、マジご飯で頼むってこと、要するに屋台みたいなところでね、うん、で、わかんないじゃん、うん、で全然喋れないからさ、うんうん、これみたいなの言ったら向こうの人が気を使って、うん、これなら食べれるだろうみたいな感じで、で、なんで、覚えやすいじゃん、パッカナーって、うん、なんとなく言いやすいね、ね、うん、いや、サウディとかそういうのは覚えたけど、料理の素材として初めて覚えたのは僕多分パッカナーだと思う。僕結構遅いから野菜で初めて知ったのがすっごいもうみんなが知ってるやつパップンファイデンだっけ、はい、ファイデンね、うん、であれを僕タイの人みんな食べてると思ってたわけさ、はいはい、で屋台で頼んだらポッカンなんだけどポッカンでもないんだけど、うん、で、うん、タイの人があんまりこう食堂に来てさ、はい、パップンファイデンとご飯とか頼まないんだよね、うん、でも圧倒的パッカンなんでしょ。そうなの。でパッカナーってタイ人の人は気を使って日本人もきっと食べてるだろうと思ったけど、うん、日本人ブロッコリーなの。これブロッコリー系なんですよ。このパッカナーって種類としてね。あ、そうなんだ、うん、
でも茎の葉っぱだけだもんね、葉っぱの茎だけだもんね、うん、いやっていうかまあ種類は全然ね、うん、ちょっと苦いじゃん、苦が甘いみたいな、うんうんうん、独特の風味の野菜でしょ、うん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 、で美味しいけどさ、うん、日本人はさあんまり食べ慣れてない味で、で僕は最初食べてタイっぽいなとか思ったんだよ、うん、日本にないから逆にそういう感じなんだよね、そう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 、でもこの天使大好きの野菜、葉っぱダントツ葉っぱ大好き、あれだよね、ほらもうねこのシリーズ終わっちゃったけど、ガパオ、うん、ガパオの葉っぱもあるじゃない、はいはい、ね、であれを野菜として食ってるかっていうとそういう感じもしないでしょ、まあ、ガパオで、はい、でこれと思い切り野菜だもんね、野菜野菜野菜で、ガパオが流行る前はもうこれ一本、これ一本一本だよね、だから僕も野菜っていうとだからほらアップンファイデーはもう食べられないって分かったから、うん、もうやっぱねガパオで、あ、ガパオじゃないけどごめん、バッカナでバッカナばっかり食べてる、でバッカナがない店はないないね、絶対ないない、ないのはムークロップですね。ということでありがとうございました。